はい、こんにちは。ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、先日ですね、腰紐を、きっちり着ると浴衣ずれませんよっていうお話ししました。ただですね、それも浴衣の種類によってはやっぱりこう時間経つとこうずれてきちゃうんですね。腰紐もなんでかというと、これ腰紐もただの紐ですので、伸縮性はありませんので、やはりこう最初のうちは綺麗になってますけども、時間経つについていろいろ動いたりなんだかんだすると、ちょっとずつちょっとずつこうずれていきます。この間言ったようにね、なので、それを防止するためにこういうマジックテープでこう留めるタイプのですね、腰紐の上にこうしてですね、着物のずれを防ぐっていうのがあります。こうやってします。はい。これね、見てもね、あんまりわからないんですけど、実は内側、この内側のところが、ゴムみたいな感じになってまして、ちょっと滑り止めっぽい感じになってます。なので、こういう夏用のこういう浴衣なんかですと、麻とか、綿でも麻紺のやつがあるんですけども、あと織りによって、織り方ですね、織り方によって非常にこう涼しい感じに、人の肌に当たりは涼しいんですけども、そうするとですね、結局着物同士も擦れる感じがあるんですね。要はピタッとならずに擦れちゃうんですね。そうすると要は、物理学的に言うとミューが下がります。ミューが低くなるんですね。そうすると滑りが良くなるんですね。そうすると、基本的にこうずれやすくなるっていう風になります。でね、またこれじゃないんですけど、また別のちょっと置物でですね、トーレのですね、セオアルファっていう、化学繊維の生地があるんですけども、それ非常に軽くて非常にこう風通しもいいんですけども、やはりそういう風なものですので、こうずれやすいんですね。なので、そういう時に、腰紐にプラスこれ1本あると、ずれが防止できます。で、非常にこれいいと思います。これね、なんで知ったかっていうと、以前私和装屋さんじゃないわ、着物のレンタル屋さんですね、レンタル屋さんで3回ぐらい着付けてもらったんですけども、毎回こうこのなんていうか、マジックテープみたいなのをつけられるんですね。で、これ暑いからいらないよって言ったんですけど、いや、これがあると着崩れ起きませんからって言われまして、で、綿系のね、ものですとよっぽどこう擦れが少ないので、また織りもそういう織りになってますのでいいんですけども、こういう夏用のですね、これ麻 100% なんですけども、なんかですとどうしても織り方もそうですし、生地自体もそういう風に滑りやすい生地になってます。滑りやすいっていうことはさらっとしてますんで、肌当たりはすごく気持ちいいんですけども、逆に着物がこうずれやすいっていう、その逆の方向もありますので、それを防止するためにこれ1個あると非常に長持ちするなと思いました。絶対ずれないわけじゃないです。必ず動けばちょっとずれてきますんで、ずれますけども、やはり半日でずれるところを、この間セオアルファ初めてそこで着させていただいた時に、1日、車運転したり、食事したり、その時はちょっと美術館に行ったんですけども、美術館回ったりとかですね、写真撮ったりとかいろいろしたんですけども、これでも帰って一回も直さずに、今回は直さずに帰ってみて、どういう評価をで言われるかなと思って、わざと何にも直さずに帰ったんですね。そしたら、全然着崩れてませんよって言われたので、そういうことか、やっぱりこれって効果あるんやなと思って、はい。なんでこれはね、ご紹介したいなと思いました。別に僕これ回し物でも何でもないので、別に皆さんが買う買わないはどっちでもいいんですけど、ただ素人、私たちみたいな素人はやっぱりね、この間も言いましたが、動き方も問題ありますし、着方も問題ありますんで、少しでもね、長持ちした方が楽ですし、実際ね、こう一日中遊んでると、そうですね、できればお昼ご飯食べた後ぐらいに一回こう直されると、もう一日中気持ちよく、もう綺麗にピタッとしたまま過ごせるんかなと思います。どうしてもね、この辺のところがね、こうダブついてきますんで、なので、そういうの防止のためにもこれを
使っていただくとなんかいいのかなと思います。これもねネットで1700円だったかな、そんなめちゃめちゃ高くなかったと思います。はい、まあ他のもんでもね、もしなんか似たようなものがあれば、こうゴム系の何かあればそれで代用もできるのかなと思いますけども、ただ夏とかで、ね、着られるとどうしても分厚いもんですと暑苦しくなる、これで暑くなっちゃいますんで、この上にまだまあ半帯ですけどね、男もでも帯締めなきゃいけませんので、できるかだけね薄いもんがいいのかなと思いますんで、でこの間一回この腰紐なしでこれだけでやってみたんですけど、まあ別に大丈夫です。ただ腰紐は結構縛りやすいんですけども、これってなかなかこうピタッとくっつくがためにですね、こう着物にくっつきやすいがためにですね締めにくいので、まあできれば腰紐1本していただいて、その上からこれちょっと回してもらって止めてもらえば、もうこれでほぼ着物自体は完成してると思ってます。はい、もう帯なんて緩めに締めていただいても全然問題ありませんので、まあそこの辺はねうまいこと調整していただければなと思います。はい、今日のところはね、この滑り止め用のマジックテープの、まあ、腰紐のあれですね、カバーみたいなやつをね、ご紹介させていただきました。これも素人にはもってこいですんで、私経験済みですので、買うか買わないはどっちでもいいんですけど、ネットで多分マジックテープなったらって言って腰紐って検索すると出てくると思います。でサイズもいっぱいありますんで、女性用も当然ありましたし、男性用ですとこれ100センチぐらいのやつかな、100センチぐらいのやつを買いました。私この間発表したようにウエストが104でしたっけ、そのぐらいありましたので、100センチぐらいのやつを買って、ピタッと締めると、まあそんな苦しくないですしね、伸びる素材ですので、非常にこう伸びのいい素材ですので、苦しくはしてても苦しくはありませんので、1本これあると、そういうさらっとした特にね夏の浴衣なんかには、着崩れ防止にはいいのかなと思います。はい、今日のところは、これで終わりたいと思います。ロンロン和装チャンネルでした。できましたらね、いいねボタン、チャンネル登録、フォロー、もう一個お願いしたいのはコメントください。何かコメントいただけるとまたそこから横に広がっていきますんで、いろいろコメントいただいて、みんなで盛り上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。